で、どこ行けばいいかも分かんなかったし、とりあえずキャンピングカー借りて富士山の方に行ったんです。そしたらめちゃめちゃ楽しくて、すんごいキャンピングカー旅楽しかったんですよ。で、何がね、楽しかったかっていうと、このね、キャンピングカーの圧倒的な秘密基地感。この車の中に自分の全てを詰め込めるわけじゃないですか。車のサイズとか、キャンピングカーの形とか、いろんなものがありますけど、どの車にも共通して言えることが、このね、限られた空間の中に自分の全てが詰まってる。これをね、感じたんですよ。で、車の中は自分のワクワクするような、ほんと大したことしてないんですけど、めちゃめちゃ秘密基地感があるのに、外見たら、富士山とか、神奈川だとね、富士山が見えたりとか、まあ、九州だったらね、他にもいろいろ温泉とかもあるでしょうけど、全くの非日常感。これはたまんないぐらい楽しかったんですよ。6年前、僕は26歳ですね、の時なんですけど、圧倒的にこの2つが楽しくて。で、結局じゃあ帰ってきて冷静にね、富士山の方行ったけど、何が楽しかったっけな？俺何したっけな？と思った。ただね、後々考えたら、僕大したことしてなかったんですよ。結局、その時は富士山の方に行って、もう写真残ってなかったんですけど、RV パークと言われる、こう、キャンピングカーとか、車中泊ね、できるスポットがありまして、そこ行って、お酒飲んで、ゆっくりして帰ってきただけなんですよ。で、何にもしてないのに、なんでこんなに楽しいんだろうって思ったんですよ。で、それを言葉にするのもなかなか難しいんですけど、これがキャンピングカーの良さなんじゃないかなって逆に思ったわけです。で、まあ実際は僕、まあこれはちょっとね、皆様にお見せするようにめちゃめちゃカッコつけてるんですよ。普段ないんですけど、このスクリーンを自分で買って、プロジェクターここ置いて、まあこうやってなんか映画とかはちょっとね、著作権の関係で使えないから自分で YouTube 映してますけど、何にもしてないんだけど、おはようございます。本日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お化粧頑張ってください。頑張らないけど。本日、青です。青です。でも早く行かなきゃいけないから。うん。頑張って早く準備をします。ちょ、めっちゃ濡れてる。ちゃんと乗っちゃ濡れてる。雨が入り込んでる。ございます。おはようございます。今日はあいにくの雨でございます。雨です。今から、熊本のグランメッセ、メッセさんに行って、キャンピングカーの展示会をちょっと見たり、動画にしてみたり、その後、今回は、ちょっと土日を使って車中泊してるんですけれども、熊本県にあるラーメン屋さんに2店舗、回りたいと思います。はい、僕らがいつも見てるラーメンの、本音、そこにレシピ本があるんだけど、その中でご当地ラーメンとして紹介されてる熊本ラーメンの2店舗さんを食べて、勉強させていただきたいと思います。やったー。全身チケットだったんで楽々でしたね。楽々入ったね。うん、キャンピングカー撮影していきましょうか。はい。あ、キャンプは鹿児島も来てるよ。ほら。あ、下にちゃんとね、収納があってね、いいよね。食堂なのかな。あ、これ上にも寝れるんでしょう。違うの。あ、そうそう。あ、いいね。すごいね。走行できないからね。うん、そうそう、そうだね。で、ここで。だから3人、4人は寝れるかな？いや、そうです。
子供が2人、下大人みたいな。ね。うん。子供は上が好きだからね。下もめっちゃ収納。いいね。かっこいい。もう料理でもできんだ、中で。横がすごくない？うん、すごい。窓も開けられるしね。ハイエースこれ？うん、これ多分ハイエースのかもね。ハイエースなの？うん。ご注文いただいても1年以上は絶対かかります。クッションが良さそう。今注文しても1年以上だって。1年、うん、1年かかるって言ったね。あ、後ろこんな感じだね。うんうん。で、あの水場があって、うんうん。で、ここにテーブル出して。あ、テーブルね、うん。後ろにこうやってどかすだけなんです。で、そうすると綺麗に。ここに整然と並びますので、あのもう荷物があっち行ったりこっち行ったりしないんですよ。でこれでポンと持ち上げるだけなんで、めちゃくちゃ簡単です。ここバッテリー、もうホタテすっごい大きなモニターがある。ほら、あ、モニターね、うん、上もこんな感じでおしゃれだね。もうしっかりしてると寝やすいよね、うん、俺の簡易だからさ、やっぱちょっとふわふわしててね、うん、肩が痛くなったりするけどさ、そうそうそう、こんだけしっかりベッドができてるといいよね、うん、これクーラー？クーラーじゃん。あ、これクーラー。最近クーラーつけてる人も多いんだろうね、多分。おいおいおい、あのよくインスタの CM にも出てくる、ね、最高。やっぱり可愛い。やっぱ違う ね。やっぱね、なんかメーカーさんによって ね、やっぱ、うん、特徴があるんだね。こんななんかミルクティーみたいな色かわいい ね。うん。これもここにいろいろつければ、吊り下げとかもできる。ね。ちっちゃな。なんか切っていいね、温かいね。うん、かわいいね。中に直せるんじゃないのかな、これマット上げたら。うん。下に直せるんじゃないかな。荷物が。うんうん。直せるやつだよね。また違う、全然違うんだ、また雰囲気が。あらー、すごい。あ、クーラーがついてる、ここに。すごい、うん、ほら。あ、本当だ、うん、もう埋め込まれてんの、うん、あ、ソーラーパネルもだ。あ、これソーラーパネルなんの、うん、この中、荷物、荷物、うん、これ元は何だろうか。アトレだ。アトレ、うん、アトレ。ちょっと上がってるんだね。そうそう。あ、これまたちょっと違うね、雰囲気が。あ、これあれかな、サイドオーニングかな、ね、うん、ね、ここがベッドになってて、ね、料理ができる感じだね、この中ね。うん、かわいい。あのミニキッチンみたいな、かわいいね。やっぱ木がいいわ。いいよね。うん、穴が開いてるボード、有効ボードです。このライトもいいよね。いい、いい、かわいい、うん、え、なにこれ。あ、テントウムシじゃん。宝部でしょ。あ、初めて見た。
あーすごーい。テレビがついてて上がテントになって、うん、ここほらあそこにマットがあるから上で寝る。うん寝れるね。うん。もう収納にしてもいいしね。うん。かわいい、すっごいかわいい。上にパネルついてる、うん、電気心配いらんじゃん、うん、でもいいかもこれぐらいが、うん、なんか長旅するにはね、うん、やっぱり全然違うんだ。あ、上が、うん、雰囲気全部変わるね。ね、一台一台全然違うね、やっぱ ね特徴があるんだ、うん、やっぱり家具職人さんが作ってるんだね。そうそう、なんだって見た目もすっごい綺麗だもん。うん、綺麗。なんか違う、なんかやっぱり見えるんだね。いいね、いいね。ソーラーパネル、これでどんぐらいだろう。400ちょいだね。あ、すごい、このサイドにすごくない？すごい。こんなの初めて見たな。すごい。ここでご飯食べれるんですよね。ここで寝てさ、白なのがいいよね、また白で統一されてるのが。うん、すごい綺麗。うん。これで400ちょい。すごい、これ見て、二段ベッド。あ、本当。あ、パソコンとかね。あ、パソコン。二段ベッドって書いてある。あ、本当だ、二段ベッドだ。うん。二段ベッドはなんかいいね。すごい。あ、でもここだったら作業、パソコン作業とかもできる。パソコン作業してるもん、ここで。ね。パソコン作業。うんうん、してるしてる。うん、いい。ほら、すごい、なんかどうなってる？あ、やっぱ荷物ね。荷物で、ここほら、ここでちょっとした歯磨いたり、ね、うんうん、いいよね。うん、コーヒー入れたり、コーヒー入れたりね、うん、でさ、しかもさ、うん、サンシェードがポケットなっとる、ね、これもちょっとおしゃれだ、うん、あ、で、上に寝るよね。うんうん、テントが大きいからね、うん、蚊帳になってるからね。うん、蚊帳だから。バッテリーがあって。バッテリーがあって。ここで寝てね。うんうん。星とか見れるんじゃん。うん、まだ全然違うのよ。マット。うん。またちょっと雰囲気変わる。あ、かわいい、これ。かわいいね。かわいい。なんかご飯、うん、ご飯炊いたり、なんかできるんじゃない？あの鍋とかね、うん、天井もいい感じだね。かわいいね。ここデッドスペースがいいよ ね。ここね。ね。これにここにこう物が置けるようになってるっていうのが、ね、ライトがついてて。いいよね。うん。こう座り、なんか寝心地も良さそう。寝心地良さそう、ね。ここで作業もできるしさ。パソコン作業ね。編集作業ができるよね。うん、ここね、うん、座ってね。いいね、うん。ポケットがついててさ、どっちにもあるのがいいんじゃない？ね、このほら充電と、しかもね、見てここ取って、ほらポッチついてて、うん、これでパチパチパチって止めるのよ。あ、でしかもここさ、チャックついてるからこう閉めれるわけよ。ここで着替えられるってことよ。ああ、なるほど。うん、これがついてんのとついてないと絶対違うと思う。ああ、これって自分でもできるのかな、わからん。これあったらいいね。あ、でもそうかな、あと着替えちゃいや、あ、まあでもこれキャンプ場とか行った時いいかも。いや、もう絶対いいでしょ。だから着替えるで、中で着替えるの大変よ、あれ。ね。うん。屋根がないから。てか、この、寝ぐるみかわいいし。うん。犬を連れて行く人とかもいいのよ。あの、クーラーついてて、ほら。あ、
え、これクーラー。ほらほら、もう犬に特化してね、こっちこう、こう回って取ってごらんよ。ほら、お水よ。ワンちゃんのお水。はいはいはい。うん。で、コロコロ。そういうことね。うん。ワンちゃんに特化してんだと思う。ワンちゃん、猫ちゃんだね。うんうんうん。あ、そうだね。連れて行ってる人いるもん。いやいや、いるでしょう。うんうん。今日もいたもんね。うん。うん、いたいた。で、ほら、シャワーがついてるから、洗えるんじゃない？ここに置いて、ほれ。ああ。ワンちゃんを。だからね。うん。洗うためにここに。こうやってさ、洗えるじゃない？うんうん、こうやって伸ばして、こう。ワンちゃんね。かわいいね。そうか、かわいいじゃん、君。愛犬くんだって名前が。あ、どこ？ほらほら、愛犬くん。あの、弟子んじゃと思う。いいね。いいね。完全にアウトドア。料理とね。で、これでご飯炊くやつよ、これ。ね、電気で。で、なんかタフマルみたいな。あ、キャプテンスタックだね。コンロついて。ね、うん、カセットコンロで。上に寝れてね。寝れて。で、下も収納でしょ？あ、下収納じゃないんだ、これ。かっこいいよね。中映して、ちょっとびっくりするかも。すごいよ。初めて見た。っていうか、なんか色がいいね。色がいい。めっちゃおしゃれだね。電子レンジ。で、これで見てって感じね。トーンがちょっと暗くなっただけで全然違うんだね。ね。なんかちょっと重量感あるって。重量感あるあるある。なんか高級感が出るわ。ね、うん。すごいよ。すごい。うわ、いいわ、かっこいいわ。ね、開けてみていい、うん、どうやって開けるの？開けられるの？あ、開かない。そんな感じでね。かわいい。めっちゃかわいい。ね、いいね、うん、収納がすごいね、収納すごい、めっちゃ収納あるわ、うん、で、レンジだね、これあれじゃない、冷蔵庫じゃない、あ、そうだね、ここ冷蔵庫だね、うん、冷蔵庫こうしてくれてるとありがたいよね、いいよね、うん、で、こちらがちょっと、あ、中も結構ね、収納いっぱいあるね、すっごいいっぱいあるんだよ、すっごい収納がいっぱいあって、うんうん、で、ここでちょっと顔が洗えるスペースになってね、うんうん、テーブルがあって、うん、シンプルな感じ、ね、シンプルな作りだね、うん、自家用で使えたりもできる感じだね、あ、そうだね、だからね、これ自家用で使えるかもね、そんな、あの、車検もそんな大変じゃないだろうし、うん、180万、うんいいね、黒ね。こうだね、畳んでね。椅子を畳んで、この上に乗っけてる感じ、ね、これに変えられるんだ。え、あ、これでもいいし、ね、これでもいいんだ。この布のやつでも、うん、この合皮でも。わ、これ青いね。お、かわいいね。ね、電気かな。LED がいい。ね、明るい。小物入れがあってさ、うん、で、この辺の上もな、かっこいいよね。うん、かっこいい。色がね、うん、シックでいいね。上にテントがついてる。ね。これ何？
スピーカー？あ、これスピーカーだ。ケムズだ。のスピーカーだ。後ろからの音がする。あ、テレビの音がするわけだ。ね。あ、なるほど。かっこいいじゃん。あ、この色に変えられるんだ。アクションがね。うん。高くないよ、全然。いくら？ほら。でも300から400いかないぐらいが標準だよね。これすごいいいなと思って買ったの。何それ？これはウォーターボトルなんだけど、うん、お米が測れる。おお、それ俺だよ。そう。あ、いいね。で、お米入れるじゃない。で、お水入れるじゃない。うん、で、ガシャガシャガシャってやって、うん、水捨てれるじゃない。うん、で、これ入れて、うん、炊く。うんうん、これですね、その例の今言ったやつ。そう、よくない？いい。あ、お米届くの大変だから。うん、あとあれだね、外ほら外、ここは結構、外結構見えるのよ。ちょっと、ちょっと来て。すごいね。すごいでしょ。すごいわ。こんな感じなのよ、外の。めっちゃいい。てかもう今日契約に来てる人がいたよ。ね。だから今日契約したいと1年待ちとか言ってたもんね。そう、1年待ちだったよ。だから K の方ね、K キャンパー、うん、ハイエースはその辺はちょっと分かんないけどね。すごかったね。え、今日あれだね、あの夢タウン、夢タウンさんだっけ、夢タウンある K からアミさん食べて夜ね、で大津さんのこの間いた道の駅さん、道の駅で一泊で、朝、次の日、小村さん、キーラーさん、